イタリアで髪生やして染めておしゃれになって帰ってくるわ。多分そういう感じだと思うで。久々に会って、うわ久々やなーっつって、どないしたお前、どないしたっつ、何があったん、多分あるとなるやろ。初家帰ってくんねって、戻ったみたいな、お前どないしたっつ、何があったんみたいな、なると思うやんよ。ほんまに勝家か言うて、お土産な、お土産でピッツァ持ってくるかな。お土産ピッツァやろな、ありえるな。コーヒー飲んでそうやもんな、もうあのかっちゃん。あのかっちゃんは多分ね、コーヒーとかワイン飲んでるやろ、絶対。ワイングラス持ってるで、多分。ワイングラス持ってきてるで、多分。お、これがワインというものじゃ、みたいな。ワイングラス片手に、多分、ワイングラス片手に帰ってくるわ。回しちゃってるもん、なんなら回しちゃってるから。なんなら回してちょっと香り嗅いでるから。コンロック。カッチャンしか勝たん、これは。ただのカッチャンゲーやから。大丈夫。頑張ってもらわねば。鬼柴田やから。鬼の柴田ですから。半蔵の旦那。さえずるな。いや、イケメンになっちゃったから、この人。何があったんや。あっちゃん髪の毛生えたからな、この状況から。育毛成功やから増えたよね、こんな増えるもんな。家康大ピンチ、忠勝の防具破壊やって、防具破壊してくるわ。あっちゃんの特殊能力で防具破壊できるから、ナイス。渋いなアートネイチャー、アートネイチャーしてきてん、ヨーロッパでアートネイチャーしてくんな。ヨーロッパでね、食毛すな、家康を落馬させるって。すごいぞ、特殊能力強すぎやろ。イタリア留学行ってきた、もしかして。あー、ワンチャンとイタリアか、あっちゃんイタリアね。うわー、かっこええなー、これ。ほら、うわ、鬼柴田や、これは。鬼柴田しか勝たん。柴田の体力がやばいんだよな、さすがに。ただかっちゃガツイエならいける思てんけど、これはまずいぞ。おお、助かる、レベルアップ、助かる。ちょい、バローやし。いや、色気づいた、色気づいちゃったよな。なんか、覚えてきちゃったよね。ナンパしてそうやもん。ナンパしてそうな、カツイエ。おら、ナイス。じゃ、行っちゃうか。ダンディーやな、やっぱ。片鱗を、ダンディーの片鱗見せてるもんな。この段階で。若干。ダンディーになる未来があるからさ、ウキウキやで。おそらく、この段階では。俺は将来、美化されることが分かってるから。ノリノリやで、多分。勝家。ウキウキで戦するわ。かっちゃんノリノリやな。楽しそうやもん。もうな、楽しそう。楽しんでるもん。将来明るいから楽しんでるもん。あ、家康おるな。おい、家康。死なんかった。死なかった。これはもう、あれや。わしはこれで。イタリアに行ってくるみたいな。早くイタリア行きたい。ウキウキやから。ウキウキ買っちゃうんやから。イタリアに。イタリア行ってきます。